ローラ・サンジャコモはアメリカ合衆国の女優。ニュージャージー州ウェスト・オレンジ出身。イタリア系アメリカ人。父親は製紙工場の経営者だった。ピッツバーグのカーネギー・メロン大学で演劇を学び、卒業後にニューヨークに移り、オフ・ブロードウェイなどに出演。1989年、映画、セックスと嘘とビデオテープで第2回シカゴ映画批評家協会上演女優賞。 第15回ロサンゼルス映画批評家協会賞入、ジェネレーション賞、第5回インディペンデントスピリット賞女演女優賞を受賞するなど高い評価を受ける。プリティウーマンでは、ジュリア・ロバーツの勝負仲間を演じた。立って続けに性に、奔放な役を演じたことから、セックスシンボル的なイメージで見られがちだが、本人は敬虔なカトリック信者であるため、実生活では性に関して保守的である。 1997年から2003年までシチュエーションコメディジャストシュートメにレギュラー出演し、1999年にはゴールデングローブ賞にもノミネートされた。1990年に俳優のキャメロンダイと結婚。1996年に生まれた息子は、生まれつき歩くことも座ることも自力でできず話すこともできない重度の小児麻痺であるため、 数年間女優業を休業して息子の世話に努めた。1998年に離婚し、2000年に俳優のマット・アドラーと再婚した。ありがとうございます。